までを結ぶ筑豊電気鉄道の鉄道路線である。路線記号は CK。筑豊電気鉄道線は案内上使用される路線名であるが、鉄道用欄には記載がなく路線名は設定されていない。路面電車型の車両を使用しているが、本路線は全線が鉄道事業法に準拠する鉄道である。2015年2月までは、 黒崎駅前筑豊直方館のうち、黒崎駅前、熊西間は、筑豊電気鉄道が第2種鉄道事業者、西日本鉄道が第3種鉄道事業者となっていた。この区間はもともと西鉄北九州線の一部で、筑豊電気鉄道が乗り入れる形をとっていたが、2000年に、西鉄が北九州線の熊西、 オリオマを廃止した際に残る区間を軌道法による軌道から鉄道事業法による鉄道に変更した。2015年3月1日に西鉄から会社分割を受け正式に築法電気鉄道の資産となり西鉄の第三種鉄道事業は廃止された。イギリスでライトレールなどの情報をまとめている第三者団体ライトレール交通協会では本路線を ライトレールに相当する鉄道として分類している。平日、休日とも昼間時間帯は、黒崎駅前筑豊直方間の全線通し、列車と黒崎駅前筑豊中間間の、区間列車が15分間隔で交互に運転されている。平日朝のラッシュ時間帯は、全線通し列車と黒崎駅前筑豊中間、くす島の区間列車が5から10分間隔で、 ほぼ交互に、平日夕方のラッシュ時間帯は、前線通し列車と黒崎駅前、くすばの区間列車が7から10分間隔で交互に、運転されている。また、早朝、深夜には車庫への出入口を兼ねたくすば市地区方直方間の区間列車がある。従来すべての列車に車掌が乗務してきたが、2016年3月12日のダイヤ改正より朝、 夕方ラッシュ時以外の時間帯で3000型と5000、軽電車による列車を対象にワンマン運転が開始されている。なお、五乗防止のため3000位軽電車のみ方向膜をカラーに更新している。昭和末期は日中くすばし発着と脳型発着が約14分ずつ交互に、ラッシュ時にはこれ以外に3が、森、中間、 楠橋バ発着と西鉄北九州線への直通列車が運行された。三が森黒崎車子前間は、おおむね2分間隔で運行されていた。ただし、線路容量や車両運用の関係で、築鉄の車両の列車は一つ手前の黒崎車子前を終点とするものも、約半数あった。1990年以降は、三里部 小屋の瀬の回転による増客策で日中7から8分間隔の全線、通し、運転を基本としていたが、ダイヤ改正の度に減便しており、特に、築法中間以南では2012年以降、大幅な減便傾向にある。また、船内では営業者がすべて各駅に停車するため、設備面から通過運転が行えない。改装や、非営業者であってもすべての駅に運転停車する。 乗務員が直接乗り込もうとする乗客に対し、改装なので乗車ができない旨を案内している。筑豊電鉄3000系北九州市から筑豊を経て、福岡市へ至る鉄道として西鉄により計画された。西鉄の直接の前身である、九州電気軌道では、大正時代に北九州と福岡市を結ぶ、鉄道路線を計画したほか、西鉄の前身会社の一つである、 博多湾鉄道基線でも北九州福岡間の鉄道を計画し、1942年の五社合併後の西鉄も同様の計画を出願したが、いずれも実現せずに終わった。その後、1950年12月にようやく北九州福岡間の免許を取得して着工し、1959年に筑豊の大型駅まで達したが、伊勢は、 八木山峠がネックになった。自社単独でトンネルを掘るほどの資金力がなかったため、着工に至らず、1971年に、農型飯塚福岡市、新堀長官の免許を執行した。なお、1968年に、当時の国鉄により開業した、笹栗線は、西鉄が計画していたルートとほぼ同じルートで、建設された。現在、 筑豊と福岡を結ぶ役割は、福北豊線が担っている。また、上限駅から黒崎駅までの区間も、西鉄北九州線とは別に独自の路線を建設する予定であったが、これも実現せず1974年に免許が失効している。筑豊方の大型駅九州電気軌道による、 計画九州電気軌道では1911年から1914年の間に、後の西鉄北九州線にあたる文字、折尾間を開業した後、1919年12月18日に、折尾福岡間4 7 2メ7 k m の軌道敷設特許を取得、旧機福岡急行電車と名付けられた。1924年には、 文字熊手間の軌道不設特許を取得している。1928年には、福岡市に建設部を設置した。1929年には、折尾福岡間の計画を、熊手福岡間、長山峠経由を、唐津海道、フル稼働間経由に変更し、1931年に、工区を3つに分け封じ、吉塚間から着工している。しかし、 同じ1931年には、九州電気軌動前社長の松本光三による不正手形事件が発覚し、事件は処理されたものの、九州電気軌動は415万円に及ぶ債務を負うこととなった。このため日本工業銀行から特別融資を受け召喚したが、その特別融資の条件として、工事の即時中断を余儀なくされ、 1933年9月21日付で、文字熊手間の特許を返納し、織尾福岡間の企業廃止を実施した。博多湾鉄道基線による計画九州電気機動の子会社である九州土地工業では、九州電気機動が福岡延長のため取得していた92,446坪の土地を1937年5月29日に、 博多湾鉄道基線に譲渡した。土地を譲り受けた博多湾鉄道基線は1924年から1925年に、掛新博多、宮寺学馬を開業させていたため、この路線の延伸計画として、福門連絡鉄道の名で、宮寺学、織リの鉄道不設免許を出願した。この際当時社長であった、大田製造貴族委員がその資金を得るため、 同社所有のカスや線を鉄道省へ売却する要請を出したが、この時、鉄道大臣だった小川平吉に賄賂を送ったことが後に明るみに出て、会社の信頼は一気に失墜する。さらに、1937年7月に日中戦争が勃発したことで、臨時資金調整法が施行され、鉄道布設のための資金調達はいよいよ困難となった。 ちなみに計画では、宮地学より三坂峠、三郡山地を越えて、飯塚へ出るルートであったが、九州電気軌道の計画ではこのルートの東側を並行する形であった。その後、1941年10月に、筑豊電気鉄道の名で、黒崎福岡間 59.6km の鉄道敷設を出願したが、翌年戦時体制に対応するため、 博多湾鉄道規制、前述の九州電気軌道など、計5社が合併、西鉄が成立した時に、鉄道省より、前新会社からの線路延長事業の見直しを、指導され、鉄道府設申請書の返付を受けたため実現せずに、終わった。見直しを指導された区間はこの区間のほか、小倉行橋館、土井新井塚間、雑所の熊博多間、大牟田熊本間があったが、 いずれも実現せずに終わっている。西鉄による計画五射合併で成立した西鉄は、1943年、黒崎福岡間の鉄道敷設を出願したが、太平洋戦争の戦局悪化により却下された。戦後の1946年に、西鉄が、筑豊電気鉄道の名で再び黒崎福岡間の鉄道敷設を出願したが、これも却下された。 その後、西鉄では1949年に三度黒崎福岡間の鉄道布設を出願し、1年後の翌1950年12月23日付で地方鉄道布設免許を取得。1951年2月15日に黒崎福岡間の運営会社として、筑豊電気鉄道を設立した。 1954年に計画を一部修正し、八木山に 4.5km のトンネル、恩賀川に 360m の橋梁をかける、方針に変更。黒崎農型 16.3km、農型飯塚 13.6km、飯塚福岡 27.5km の3つの工区に分け、第一工区として、黒崎農型間の工事に着手。しかし、 実際には、黒崎ではなく、上限から能型へ向けて工事が始まり、1956年3月21日に、上限筑法中間間が開業した。大手施設の完全子会社の路線であるため、これまで目立った公的支援は受けていなかったが、乗客源が続いていることから、沿線の北九州市、中間市、能型市は2014年度から等路線の維持と、 活性化に関する複数の支援を行うことになった。三市合同で新型車両や IC カードシステムの導入などの設備投資に対する支援事業を2017年度まで行うほか、農型市は農型駅周辺の市街地整備事業を2013年度に終えたことを受け、道路線を 地区の大型駅から JR の大型駅付近まで延伸することについてその可費を調査するための予算を計上。同年6月より毎月一度会社側都市及び福岡県の3社による会合を開き需要の見通しやルートなどを検討している。全駅福岡県内に所在。AB 線路施設運転の概要国土交通省九州運輸局 AB 筑法電気鉄道、駅ナンバリング地区鉄電車全駅に導入します。筑法電気鉄道、http コロンスラッシュスラッシュ www.chikutetsu.co.jp スラッシュデータスラッシュトピックススラッシュに旧駅ナンバリング p d f 二千十七年四月二十二日閲覧。国土交通省鉄道局監修。 鉄道洋欄電気車研究会2019年10月令和元年度174ページ ISBN 978から4から885481321完全子会社との会社分割に関するお知らせ西日本鉄道ニュースリリース2014年12月18日ライトレールトランジットアソシエーション着を 黒崎ライトレールの記述あり AB3 月12日のダイヤ改正より平日の朝夕ラッシュ時を除く時間帯にてワンマン運転を実施いたします。地下放電気鉄道2016年2月15日閲覧軌道特許上カフ、官報1919年2月19日軌道特許上カフ、官報1924年6月10日 旧きの怪事件火前火の手を、用具大阪毎日新聞1931年7月1日、神戸大学新聞記事文庫、軌道特許執行、軌道企業廃止、官報1933年8月7日。筑豊電気鉄道交通系、IC カード、にもかを導入筑豊電気鉄道、2015年2月13日、2021年3月13日。 地区放電機鉄道ダイヤ改正。http コロンスラッシュスラッシュ www.chikutetsu.co.jp スラッシュデータスラッシュトピックススラッシュ 2842021204%20 ダイヤ改正。pdf 2021年10月17日閲覧。ab 国道3号黒崎バイパス建設工事に伴う。 西黒崎駅の営業休止について h t t p w w w n i s h i t e e t s u c o j p リリース /.2021/.21035pdf2021 年9月13日閲覧。筑区法電鉄延伸も検討。能うがが、活性化策2014年7月10日、読売新聞西部本社。 ありがとうございます。